90を常に切っている人の特徴、これをやっていきたいと思います。大きいミスショットをしてしまうと、大ダフリと大トップみたいなことをしてしまうと、スコアっていうのはなかなかまとまってこないわけなんですよね。じゃあそれどうやってやるのっていうと、やっぱハンドファーストなんですよ。もううるさいよね、ハンドファースト。今日はですね、そのハンドファーストで打つための、誤解とか、あとは具体的なそのシャドースイング、このシャドースイングをやっておけば、正しいハンドファーストができるよ、みたいなことをやっていきたいと思います。これが正しいハンドファーストを体得するためのシャドースイングなんですね。打つとめちゃくちゃ当たりが厚くて気持ちいいですよ。はい、どうもマイケル朝川です。今日もね、元気にやっていきたいと思いますけれども、今日はですね、90を常に切っている人の特徴、これをやっていきたいと思います。10代、70代でコンスタントに回っているということですよね。ほとんどの方が90を切るというところが目標になっている方多いんじゃないかなとは思うんですけれども、100切りの方も、100切りを目指すんではなくて、やっぱ90切りを見といた方が、やっぱり安定して、100を切れるようになってくると思いますので、100切り目指す方も参考になる内容かと思いますので、ぜひ最後までこの動画を見ていただければと思います。90を常に切る人の特徴、大ダフリとか大トップしないってことなんですよ。実際ね、パーオン率ってありますよね。パーオン率、プロでもね、6割とか7割です。ツアー選手の中で、パーオン率トップの人で70何%ですよ。だから3割は外れてるわけじゃないですか。で、大体、90を切るんだったら、やっぱり 30% か 40% 以上は、パーオン率したいよねってなるわけですよね。で、その時に、大きいミスショットをしてしまうと、大ダフリと大トップみたいなことをしてしまうと、スコアっていうのはなかなかまとまってこないわけなんですよね。じゃあそれどうやってやるのっていうと、やっぱハンドファーストなんですよ。もううるさいよね、ハンドファースト。ハンドファーストって世界的にはあんまりハンドファーストって言わなくないですか？フォワードシャフトリーンって言うんですよ。このフォワードシャフトリーンが大きい、小さい。フォワードシャフトリーンが大きい、小さい。だからここの角度が大きいか小さいかみたいなことを言うんですけど、フォワードシャフトリーン、いわゆるハンドファーストの台を大きくするイメージっていうのを意識することで、救い打ちの方っていうのは確実にそこ治ってくるんじゃないかなと思いますので、今日はですね、そのハンドファーストで打つための、誤解とか、あとは具体的なそのシャドースイング、このシャドースイングをやっておけば、正しいハンドファーストができるよ、みたいなことをやっていきたいと思います。ハンドファーストで打つっていうイメージなんですけれども、いつも僕はレッスンしてると思うんですけど、皆さんね、ハンドファーストで打ちたいけどできないっていうのは、すごくボールに対して直線的にやっぱりボールに対してこの手をこうやってぶつけていくようなイメージで打たれてるんですね。そうすると、どこかの反動でやっぱりせっかくここまでこのイメージできても、バーンって返っていっちゃうわけですね。皆さんもね、経験あるんじゃないですか。このハンドファーストのイメージで打っても、この辺までは溜まってるけど、実際ビデオを見るとこの辺に、救い打ちになってしまっていると。そういう方はですね、やっぱりこの点でハンドファーストしに行ってしまってるわけですよね。で、正しいハンドファーストっていうのは、ここから、このね、P6 って言われて、このハーフウェイダウンの位置から、グリップエンドがここから引き上げられて、このように、極端に言うと、こういう位置から、こうやって、こういう位置から、手元の位置は上に引き上げられるけど、クラブヘッドってまだダウンブローの方向に動いてるじゃないですか。上から下に動いてるんですよ。このようにハンドファーストに当たってるわけですね。で、シュッとこう抜けていくわけで、一方ですね、ちょっと間違ってしまうハンドファーストっていうのは、これがグリップエンドとクラブがボールに対して直線的にこう動いてしまう。これはもうほとんど結果が良くないっていうかですね、仮にですね、このボールに対して当たったとしても、クラブが抜けてこないんで、実際ボールが飛ばなかったり、スピン量が多くなってしまったりとかしてですね、結局安定したショットが打てないわけですよ。正しいハンドファーストって今言ったように、丸く、ここから、この状態から上に引き上げられながら、このような状態に当たるっていうのが正しいハンドファーストなんですよね。ここまで皆さん大丈夫ですか？正しいハンドファーストっていうのは直線じゃなくて、ちゃんと曲線を描きながらハンドファーストに入ってくるよっていうことがポイントになるんですよ。で、ここの、意識をしっかり持ってもらいたいんですけれども、正面から見たところですけど、後方から見たところで言っても、手元がですね、このように入ってくるんですけど、グリップエンドっていうのは、前の動画でも言ったことはあるかもしれませんけども、手元っていうのは、この P6 のこのね、ハーフウェイダウンの位置から、自分の体の回り込むような形で、ここに入ってくると。ですので、クラブヘッドが手を返さなくても、このようにフェースの面がまっすぐ当たってくるよと。これが、体が止まってしまうと、やはり自分の体を止めてクラブヘッドが返ってくるので、すごい急激なフェイスターン、そして大きいフェイスターンになってしまいますので、正しいハンドファーストっていうのはね、例えばハンドファーストとかってちょっと誤解を招くようなね、ちょっと大きい表現でやってるようにしてますけど、感覚的にはそのぐらいを持たないとなりませんよっていうことなんですよね。ですからスイングを変えていくときには、やっぱりそのぐらい大げさにやっていただきたいなと思うんですけれども。じゃあそのね、シャドウスイング、ハンドファースト。どうやったらやってないの？まず、クラブはね、ミドルアイアン、7番アイアンとか8番アイアンでもいいと思います。このように持ってですね、右手はですね、このグリップの先の方を持ちましょう。この状態から、はい、右に、クラブを回していきます。こうですね。手の位置を変えないように、こうです。っていうことはですね、このように右手のヒンジが入るってことですね。この動き。ここが入る。はい、皆さん、右のヒンジが入るってことはどういうことかっていうと、フェースがしっかり閉じてくるようになるわけなんですよね。この右のヒンジ、これをこう入れたら、今度左手を手のひらでグリップエンドを押さえてください。このまま前傾します。はい。こうですね。ヒンジを入れます。肘の位置ですね。肘の位置は変えない。お腹の前ですよ。皆さん、お腹の前に入って、左手を揃えると。で、この状態で前傾をします。ここからインパクトまでこう持ってきます。全く腕使ってないですよね。ただ単純に体が回っていくと、正しいハンドファースト。これはかなり、さっき言ったシャフトリーンですよね。フォワードシャフトリーンが大きいイメージですけど、このぐらいのイメージがないと、やっぱりゴルフのスイングってのはこの遠心力ともかかってきたりするので、やっぱりイメージとしてはこのぐらいの感覚を持った方がいいんじゃないかというふうになります。これが正しいハンドファーストを体得するためのシャドウスイングなんですね。じゃあ次ね、皆さんこれできますよね。正しいハンドファーストになった時に、じゃあ何が違うんだろうってなった時に、右手のこのヒンジがしっかり保たれてるっていうのは、まあなんとなく皆さん今持ってると思うんですけれども、ここから体の回転で来ると、このインパクトの時の左の肩っていうのは、かなり開いた状態でないと、このハンドファーストができないっていうのはわかりますよね。この状態から、じゃあ例えば、体を回さないでやっていった場合に、クラブフェースはもう基本的には開く方向にしかできません。なので、ハンドファーストを一生懸命練習をして、なんでみんなできないかっていうと、多分血管が悪いからなんですよ。多分ボールが右に行くとかスライスするから、前のこのフリップ打ちに戻ってしまうっていうところがあると思いますけれども、その理由っていうのは、これでやると一目瞭然だと思います。体が回転しないで、手だけでハンドファーストにしてしまうと、フェースの向きが開くっていうのがすぐわかりますよね。これっていうのは、ここから、体が回転していくから、はい、フェースの面っていうのが、フェースを返していなくても、スクエアに当たっていくと。はい。ですから、この時に体、腰も当然、胸が開いてるってことは当然腰も開いてますし、手元の位置も、この正面のところから、このインサイドの方に入ってきてるというような状況になってるわけなんですよね。これがハンドファースト。で、これを何回も練習場とかでは打つ前に、あ、こうだな、こうだな、こう添えて、前傾をして、これを何回も繰り返すと。繰り返すと。あ、こっちか。手はこっちに行くんだな。で、グリップを持って、ここから、ここか。ここか。ここじゃないよね。ここだよね。ってやるわけです。そしたら、打つと。そうすると、ほとんどの方がビデオだったらハンドファーストになってると思います。なおかつ、ボール、今みたいな練習をすると、あんまり大きく上げてしまうと、クラブのコントロール不能なんだなっていうのも分かってくるんで、バックスイングがですね、オーバースイングの方もなんかだんだん治ってくんじゃないかなというふうに思います。この状態から、こうだよねってなるわけですね。はい。はい。そうですよね。はい。そうすると、ハンドファーストでしっかり打てる。右のヒンジ、揃える、前傾をする。こうですね。当然、この体の回転といつも言ってるこのソックス、右のソックスが入ってないと、この形にもならないですよね。はい。こういう風になってます。はい。何回もやったら、打つと。めちゃくちゃ当たりが厚くて気持ちいいです。ですから、このシャドウスイングと実際打つ、大げさなシャドウスイングをするのと、これをしっかり打つっていうのを繰り返しやってみてください。必ずハンドファーストになります。ボールの数がですね、本当に正しくやってくると、これ100球打つの大変ですよ。今のやつで100球やるってことは、シャドウスイング合わせたら全部で500球ぐらい、500回ぐらい振らなきゃいけないんで、ですから、球数をですね、どんどん打つっていうよりも、しっかりと大げさなシャドウスイングをして、しっかり打つという、この繰り返しをですね、やるようにしてみてください。そうすれば、あなたも必ずハンドファーストァーストで打てるようになりますので、ぜひ頑張ってみてください。諦めないでくださいよ。ハンドファーストして右行く理由って分かりましたよね、今日でね。ですから、正しいハンドファーストのイメージと、それを繰り返してやるということで、皆さん、練習頑張ってください。ではまた。